一回ちょっと、多分ヨッチャ今起きてるよ、絶対むしろ。あいつ絶対起きてるから。あいつ飲んでるから。昨日はちょっとさ、7月26日から電話ずっとあるけど、俺マジで無視してるわ。ちょ、これはヨッチャかわいそうだ、一回電話しよう。ヨッチャの連絡は基本無視するって俺なんか決まってんだよ。寝てるかな？あ、よっちゃん？もしもし？今配信中だけど大丈夫？ダメ？あ、わかったわかった。あ、じゃあ酔っ払ってる時にまたかけろ。はい。はい。今はダメだって言われた。今はダメって言われちゃった。ダメな時はダメなんだよ。ダメな時はダメなの、うん、みんなに会いてえよ。でもすごい真面目なんだよ。本当にあんな真面目な人見たことないんだよな。学校休まない、部活休まない、仕事休まない、そういう人って一番かっこよくない？俺比較的さ、学校休むし、まあ、仕事も体調悪かったら休むし、なんかね、そういうところ好きなんだよな、よっちゃんの。せっかくおめえからの電話なのにって、もうそういうとこ好きなんだよ俺。またゆっくり話そうって。すげえいいだろこういう友達。せっかくおめえが電話かけてきてくれたのにって恥ずかしくて言えないじゃん。またゆっくり話そう、びっくりマーク。そういうのがね、本当に、もうわかるでしょ？いいやつでしょ？めっちゃ。めっちゃくちゃいいやつじゃない？本当にいいやつなんだよ。こんないいやつなかなかいないんだよ。本当にいいやつなんだよ。俺が、本当に生放送とかで、ネタとかじゃないの。俺の悪口言ってるやつは許せねえの。だから視聴者とかでも、もう、たまにね、放送とかでわーって荒れてたりすると、もう、純子、俺我慢できねえ。おめえが悪口言われてるのかって。本当にいいやつなんだよ。めっちゃくちゃ。ただ IQ が70代なだけで、本当にいいやつなんだよ。マジで、こんないいやついない。でも、クソわかんわ。だけど、おめえからの電話だねって来たら、俺がまたゆっくり話そうって来たら、千年に一度なのに、クソ話しないよって来たわ。そんな、俺お前はそんな無視してねえだろ。千年に一度なのにって。ちょっと声が聞きたくてよって書いてこい。痛かっただけだって。聞きたかった。俺配信つけてる時しか相手に電話してねえよな。もうやめよう、なんかそのビデオ、セックスフレンドみたいな、もうちゃんと今度、でもあいつ話が長いんだ、面白くない話ずっとしてくんだよ。もうなんか嫌なのね。だからもうちゃんと次はもう俺は向き合うよ。向き合う。ちゃんと。今年の夏の目標。向き合う。好きなんだよ。でもタバコ吸ってたの。でもよっちゃんあれだよ、普通のやつはさ、タバコ未来ずーっと未来英語吸い続けるだろ。お前よっちゃん9歳からタバコ吸い始めて19歳でやめたんだぞ。そんなやついねえだろ。クソ真面目じゃねえか。20歳になる前に全部済ましたんだよ。人間が90歳までに辿る過程を10年でやめたんだぞ。なんでタバコやめたのって言ったら、肺が痛いよ違うんつってやめてた。あんまいねえだろ。多分、肺は痛くないんだよ。で、俺言ってた。おめえな、俺の前でうちの味の悪口言うけど、言ってもいいけど、お前本人の前で言うなよ。あいつマジで冗談聞かねえからな。おめえらマジぶっ飛ばされるよって、俺口を揃えて言ってたの。で、それを本気にしたよっちゃんとチャックが、おいしょ、わかった。11の味締めに行くべえって。お前、ねえだろ！友達が俺の味締めに来たんだぞ！厨房のガキがさ、あいつ締めに行くわっつって、生意気だから締めに行くわっつって、45歳ぐらいのさ、大人はさ、締めに来たんだよ！あいつ締めべえって話になって。で、5人ぐらいでうち来てさ、なるほど、おい、11お前親父呼んでこいよっつって、いいけどお前らマジぶっ飛ばされるよって、うちの父さんほんと強いから、じゃあいいよ、お父さんなんかちょっと、よっちゃんとこ話あるみてえだよっつって、一人ずつ相撲取ってボッコボコ出した。もう、片手で、
うちね、目の前に砂の崖があるのね、砂の崖。そこから落とされて中学生で登ってこれなくて、ボッコボコされてた、うちのお父さんに。お前、よっちゃんめちゃくちゃ怒ってたぞ、そういえばこの前。なんか一週間ぐらい前出なかってきて、おい、ちょっとさ、おめえの視聴者みんな皆殺しにするわって。友達でもねえのに、中日って呼ぶんじゃねえって。マジでキレてたからね。お前のこと中日って呼べるのは友達だけなんだから、それマジ注意しとけって。本気で思ってたよ。中日って呼ぶんじゃねえっつって。加藤さんって呼んで。俺のこと加藤さんって呼んで、お願いだから。俺すぐ切って LINE ブロックした。その後鬼電かかってきてるけど、出てない。今のよっちゃん面白いんだよな。放送出してるけど、ちょっと今一番大事な時期だから、ちょっとしばらく、そっとしといてあげよう。あいつ放送見てるよ。なんかサカナクションのマッドとか見て、すぐ電話してきて、おめえに似てんだっつって。俺眠たかったから電波あれふりして切ったけど。もしもーしっつって、ピッて切ったら。で、そのまま電源落として、配信始めた。最近よく使うんだよね、電波悪いふり。電波悪いふりをよくします。よっちゃんは183センチ80キロのパワー系だから怒らせたらまずい。よっちゃん強いしね。なんかでもさ、そういう魔人いるじゃん。体でかいけど、ドラゴンボールのハッちゃんみたいな、人造人間8号みたいな感じで。体めちゃくちゃでかいし、もうデブだしね、頭もうテンパーで、すごいのね。気持ち悪いぐらいテンパーなのよっちゃん。んでさ、んでなんかもう、きったぐらしい格好してるから、もうやばいのね。発達障害みたいな、見た目してんの。俺ホームレスみたいな格好してるからよっちゃん。それでさ、もう肩で風切って歩いてるから、一見怖いんだけど、中身がほんと繊細だからよっちゃんって。人造人間8号だよ。高校時代、よっちゃんのファンが、ファンレターを渡そうとして、付きまといっていうか、後ろをついてきたら、俺に電話かかってきて、じゅうじゅう俺刺されるかもしれないから学校行きたくねえっつって。よっちゃん学校休んだんだぞ。よっちゃんのことを好きな後輩がいて、手紙を渡したいってずっと思ってて、それを渡そう渡そうと思ったけど渡せないって、うぶな感情じゃん。しかも最悪女だったら一発ぶん殴っちまえば終わりじゃん。包丁持ってたとしても。でも、俺多分刺されるかもしれねえ。つって、次の日学校休んだんだよ。いっそばに、お前も休んでそばにいてくんないって言われて。よっちゃん、俺それで学校休んだんだよ、次の日。よっちゃんのそばにいてあげなきゃいけないから。意味わかんねえだろ。3年の受験の一番忙しい日でさ、俺だってさ、ピリピリしてるムードなのにさ、よっちゃんのそばにいなきゃいけなかったから俺は学校休んだんだよ。ありえねえだろ。ホモだろ、あいつ。まあ俺はマイペースにやっていきます。まあ普通が一番だからね。おめえもあれしろ。絶対よっちゃいって、もう本当にうざいのね。あいつさ、自分がそんななんかさ、なんていうの、ゴミみたいな暮らししてるくせにさ、やったら人に説教してくんの。もう絶対来年言ってくるからよっちゃん。おめえもさ、そろそろいい女見つけてさ、嫁さんもらえよって言ってくるのね。だから俺が悪口言いたくなるの。てめえんな大したあれじゃねえくせにこの野郎っつって。めっちゃうざいんだよ、ほんと。絶対言ってくんのね。お父さんみたいなこと。布団ちゃんも言ってくる。あ、いや、絶対言うね。子供できたらあいつは言うと、もう、まあ、子供はいいぞ、おめえも作れよ、みたいな。絶対言ってくるね。天狗ちゃんだけだ、言われてる。あいつもみんなに興味ねえから。お前よっち嫌いなの。いや、でもさ、親友だけどさ、嫌いな部分ってあるでしょ。1から10まで全部好きってクソ気持ち悪くない？俺みんなの嫌いなところいくらでも出てくるよ。よっちゃんは、もうほんとひどいこと言ったら、エラ張ってるのが嫌い。俺それはよっちゃんにも言ったことないんだけど。うん。嫌い。で、あいつだって俺の頭でけえのが嫌いって言ってんだから別にいいだろうが、俺言ったらもう、身体的な特徴いいやつだよ。よっちゃんエラ張ってるのが嫌いだよ、俺は。うん。俺のだって中学校の卒アルにさ、よっちゃんさ、白豚って書いたし。それぐらい言ってもいいでしょ。それぐらい言ってもいいでしょ。布団ちゃんなんて嫌いなとこいっぱいあるよ。やりすぎるよ。もうやりすぎて言えねえよ。まず体が臭いのが一番だよね。この前嫁にも言われたって言われたからな。
すげえ、これ怒らなきゃ言うけど、すげえいい雰囲気で抱きしめて、脇の下のところにちょうど頭が来た時に、うわーってバッて鼻、突き飛ばされて、脇の下から脇がの匂いがするってやったらしい。で、俺毎回言うの。いや、さ、うどんちゃん、それね、脇の下から脇がの匂いがしたら、お前脇がだぞって。そうだよ、言ってた。鼻からは畜生の匂いがするらしい。いっぱいあるよ、嫌いなところなんて。俺は一番下からでいいや。おめえあれだ、よっちゃんみたいなこと言うな。よっちゃんコンパス、44でいつも俺たち高校時代とかコンパスしてたんだけど、下から2番目のブスをよっちゃんいつも、なおい、散歩行こうぜっつって、あいつ、女の扱いがクソ下手くそだから、普通なんかちょっとさ、うまいことさ、耳打ちしてとかやるじゃん。ああ、なんか夜の、あれだよ。厚み清みてえな。女ささがすんだな。ああ、夜の空気を吸いてえな。おう、散歩しに行こうぜっつって女させていくのね。高校時代のよっちゃん。そんな、ベタな誘い方なくねえか。